横浜港未来21横浜ジャックモールグランダモール公園の両端にかつて当施設があった夜のジャックモール横浜ジャックモールは神奈川県横浜市西区の港未来地区にかつて存在した商業施設土地の貸し出しによる暫定施設として1999年10月14日に開業後2012年9月30日に 全館で営業を終了している。衣、食、住優をテーマとした大型専門店とレストランから構成されるショッピングモール。グランモールと呼ばれる遊歩道型公園の両側にイースト胸とウエスト胸を配していた。イメージキャラクターはトランプの姓、ジェイ君。施設名称は横浜三島に由来する。 バブル崩壊などの影響により、港未来地区の開発計画が頓挫したことから、土地の貸し出しによる暫定利用事業として1999年9月に完成した。地権者は、日本郵船と横浜共立倉庫、清水建設が建設、運営している。原則10年後に、さら地にして返還する計画であり、 当初は2009年10月に閉館する予定であったが、経済的要因などにより当面営業継続となった。最終的には約3年間延長されて2012年9月30日に営業を終了した。当施設にあった一部テナントは2013年6月に開業した三菱地所による商業施設 m a r k ズ港未来に再オープンしている。 以下は、閉館時に存在したテナントである。詳細は公式サイト、ショップのご案内も参照。イーストムネウエストムネ以下に、かつて存在したテナントを列挙する。跡地ではそれぞれ高級施設の開発が行われている。45街区では、三菱地所により、企業向けの宿泊、研修施設、MUFG グローバルラーニングセンターが計画され、 2015年2月に完成している。一方、46外区では、清水建設により、オフィスを中心に、商業店舗等から構成された複合ビル、横浜アイマークプレイスが計画され、2014年3月に完成している。ありがとうございます。